7分間のショータイムスタートです。ようこです。よろしくお願いいたします。この大事な杖ですが、すいません、はい、右近さん、預かっていただいていいですか。はい、持っていてください。はい、皆さん、ちょっと先の未来が見えたら不思議じゃありませんか。不思議です。ありがとうございます。では吉川さん、すいません、こちらに簡単な図形がございます。この中でお好きなものを一つ選んでください。はい、もう口で言っちゃっていいですか。口で言ってください。丸、円、丸、はい、円ですね。はい、これなぜそう思われましたか。インスピレーション、地球とか太陽とか、なんかそういう自然なものということで丸書いていただきました。はい、私、少し先の未来が見えると先ほど言いました。吉川さんが言っていただくことを予言しておりました。では、すいません、こちらにお越しいただけますでしょうか。何が起こるんだろう。はい、ここでいいですか。はい、結構です。ありがとうございます。はい、あ、もうちょっと、じゃあこちらに。ありがとうございます。すいません、今選んでいただいた丸を、はい、そうですね、こちらの手をお借りできますか。はい、裏返しにしていただいて。あ、出ない。まだ出ません。はい、こちらはブラックライトでないと、うん、あ、なるほど、はい、出ないペンでございます。はい、見えますか。はい、はい、これからこの丸を私の体の中に取り込みます。うん、じゃあ、すいません、このライトをちょっと持っていただきたいです。はい、そうです。うん、入ります。え？そして私の体に。あった、入りました。本当だ、ありがとうございます。なんで不思議。手伝いありがとうございます。ずっとライト当たってましたものね、こっち、うん、消えても。ありがとうございました。お戻りください。次はちょっと占いの世界をご覧いただきたいと思います。こちらには数字の振ってある封筒が5つございます。これはちょっと先の未来のことが予言として中に入っています。占いです。すいません、よろしいでしょうか。はい、こちらにお越しください。はい、これ持ったまま。はい、はい、世界最古の占いと言われる鬼木という占いご存知でしょうか。いや、存じ上げない、すいません。はい、亀の甲羅と書いて鬼木。はい、あれは亀の甲羅を熱した杖でつついて、ひびの入った本数で占うというものがございました。はいはい、します。今日は亀の甲羅を用意できませんので、お皿を用意いたしました。すいません、この中からお好きなお皿1枚取り上げてください。はい、どれでも結構です。じゃあこれで。はい、変なところないですか。大丈夫ですか。ないです。ありがとうございます。これからその杖でこれを一思いについていただきたいんです。
ですがその前にすいません、はい、先にちょっと予言をあげます。ではすいません、このお皿を一思いについてください。こっちでいいですか。はい、思いっきりです。おお、ありがとうございます。大まかに何枚に割れましたか。7、7、8か、8、ええ、8枚、はい、8枚に割れるというのはご自身でも分かりませんでしたよね。もちろんです。はい、私も分かりませんでした、うん、というのは分かりませんでしたじゃないです、すいません。私は分かってる。そうです、うん、私は予言を書いておきますね、うん、ではお見せしましょう。そしてこちらに封筒があります、はい、これは5までしか振っておりませんが、5枚までいったら6枚、7枚、8枚と数えます、うん、で今8枚に割れたので1、2、3、4、5、6、7、8、こちらの封筒ですが、ちょっと他のを見てみましょう、うん、すいません、うん、見えますか。1枚紙が入っております、うん、はい、他の出したら大凶、あまり良くないですね、うん、ではウコンさんが割っていただいた8、おお、取り出していただいていいですか。やったぜやったぜ、超大吉、超大吉。以上です、どうもありがとうございました、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもせっかく13秒残ってますから残りも見せてあげたら。ああ残り、全部1だった場合、はい、今日です、今日 4だった場合中吉、5だった場合5の話だって吉、なんで一番いいんだ。めちゃくちゃ気分いいじゃん。